聴者の皆さん、僕たちからお知らせがあります。実はカラフルピーチには3組のカップルがいます。ね、皆さんね、皆さん、そうですね、そうですね、まあそうですね、そうですね。今回の企画はですね、カップルたちがそれぞれ、まあよくある YouTube でカップルチャンネルが上げてるような動画を皆さんにお見せするっていう企画になっております。もうとてもね、尊い企画になってます。誰だっけな、カップル、ちょ覚えてないんだよね、俺。誰だっけ、誰だっけな。あ、ん、あ、このボタンが教えてくれるみたいだから、ちょっとじゃあ発表していきたいと思います。茶番だな、マジで。おい、そう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 、そういうこと言うな。誰だ、まず誰だ。ダッピ、お次。え、鉄の塔出てきたんだけど。一組目か、一組目のカップルをちょっと見ていきましょうか。はい。はい。江戸さん。あ、江戸さんね。前に出てきてください。江戸さんと、誰だっけな、誰だっけな、誰だっけな、いわっかり。あ、そうだそうだそうだ、この二人は。そうだそうだ、この二人だった。そんな気がしなくもない。じゃあ次発表しますね。はい。俺、はい、俺です。あ、俺ね、俺ね、はい、まあまあまあ、俺ね。自分の会話かりやんじゃん。俺ですね、はい、俺と、いや、誰だっけな、俺の彼女。誰だっけな。ここ来たら誰。ちょっと待って。ちょっと待って。二人を。はい。ノアさん。そうそうそうだった、そうだった、そういえばね、そう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 だった、そういえばってことは。はい、というわけでお疲れ様でーす。お疲れ様です。お疲れ様です。ではね、早速見ていきたいと思います。じゃあ最初、江戸さんとゆあんくんカップルです。はい、はい、どうも、ゆあえとチャンネルのゆあんです。えっとです。最近ね、いろいろあって外にね出にくいっていうことがね、皆さんあると思うんですけど。そうだね。今回はね、なんとお家でできるデート紹介していきたいと思います。おお、おうちデートだということでね、早速最初は料理をね作ってもらいたいと思います。へへへへ。えっとちゃん、今日の料理何？ちょっと待ってね、もうちょっとできるから。楽しいだな、何ができるんだろう。よし、できた。今日のご飯、リンゴだよ。え、あ、え、料理、ありがとう、ありがとうね。美味しそう、美味しそうなリンゴだね。美味しそうでしょ、美味しそうでしょ。新鮮だね、これ。どこで買ってきたの、これ。いや、これ自分で取ったんだよね。あ、そうなんだ。時間さえ、あ、そうなんだ。美味しい。美味しいね、このリンゴ。お腹が膨れたってことで。次はね、いつも通り、ゲームをしていこう。ゲームしよう。ここはね、僕たちのゲーム部屋です。ちょっと待って。おー、カップル部屋だ。おお、いいな、それで、ね、いつもね、最近流行りの Apex Legends っていうねゲームを遊んでます。2人で、エトさんと遊んでます。やばい、最後の1部隊だよ、あれ。あ、右にいる、右にいる。やばいやばい。行こう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 。行っちゃって、2当て、3、4、ガチでやってる、ガチでやってる。あー、これキノク、キノク。はい、チャンピオン。はい、やった。やった。こっちが僕のパソコンなんで、赤の花があって、向こうにはね、エトちゃんのイメージカラーのオレンジの花がね植えてあるの。おしゃれでしょ。時計もね、あれ結構高かったんだよね。やっぱいいの買っとかないと、正確なあのコンマ1秒もあれだから、ずれたくなくない？やっぱり僕たちの時間はずれないみたいな。キラーン。絶対使おうか。やだ。で、ここまでね、一日楽しんだら、寝室で、お休みってことで、今回の動画は、お休みで締めたいと思います。はい、おやすみー。おやすみー。いや、ゆあんくん、ちゃんと引っ張ってた。そう、ゆあんくんが引っ張ってくれた。いや、うん、よかった。素晴らしい。あ、やっぱ、うん、末永くお幸せにってことで。そうですね。ありがとうございます。続きまして、モフさんとドヌクさん見ていきましょう。はい、どうも皆さん、こんにちは。モフと
トヌクのモフドヌカップルチャンネル、イエーイ、イエーイ。第1回のね動画なんですけど、はい、第1回のやる内容は質問コーナー、イエーイ、イエーイ。ということで、こちらですね、うん、皆さんから質問を募集させていただいたので、まあそれに答えていこうと思います。思います。お互いどういうところが好きですか？これね、モフくんはやっぱツンデレのとこかな。確かに。なるほどね。他にないの？他に。他はやっぱ頭いいと思う。お前毎回それじゃねえ。ワンパターンなんだよな、マジで。好きなところか。なんだろうな。めっちゃあるんだよな。そんな。うん、やっぱ天然なところじゃない？わあ。だからもうその反応が可愛いんだってマジで。わあ。ねえ、もうやめろやめろやめろ。これいいじゃん。やめろやめろ言うんだよね。めちゃめちゃしてる、やばい。次の質問。どっちから告白したんですか？はい。俺から告りましたけど。おお。おおじゃねえ。マジでさ、こくるとき恥ずかしかったんだよ。いや、そりゃこっちも恥ずかしいよ。言う方はもっと勇気出さなきゃだから、もっと恥ずかしいんだよ。まあね、まあね。やばい。これガチだわ。無事ね、こうやって、成功したからいいですけど。キュンキュンする、これ。とりあえず、ハグし合いましょう。質問か。マジ？質問かな、これ。やったやった、あーもうかわいいなマジちょっと待って無理もうやだしんどい恥ずかしい。はい、じゃあ続いての質問いきましょう。うん、まあ好き好き大好き超大好きで言ったらどれですか？これはもう一択だね。超大好き、やばっ。やばっ。ドヌクさんは江戸さんと二人三脚クラフトをしていますが、うん、それについてモフさんはどう思いますか？あ、おっとおっと、お確かに。これ本当にどういうこと？これは普通に江戸さんとは友達として一緒に実況やって楽しくやれたらなって思ってやってるの。あ、そうそうだよな。本当に？うん、本当だよ。江戸さんのこと好きとかじゃないの？俺はモフくんのことが好きです。あーもうかわいいなマジで。はい、あーもう調子くる調子くる。もうはい次。はい、初体験はいつですか？うん、パス。あーやばかった。めっ待って、熱いんだけど俺どうしよう。熱い熱い、ちょっと待って、マジだったんですね。おめでとう。最後俺たち。やば。せーの、ジャパノア、ジャパノアカップルです。かわいい。はい、じゃあ1本目の動画だね。あ、はい、うん、そうだね。1本目の動画頑張って行こうね、行こう、うん、今日の企画は、うん、イチャイチャゲーム。イチャイチャゲーム、愛してるよゲームに似たゲームで、のっちゃんにのっちゃんのっちゃん愛を伝えて、で、言われたのっちゃんは俺にもっと愛の気持ちを伝えて、で、こうやってどんどん返していくんだ、お互いに。で、先に言えなくなった方が、言えなくなった方の負けっていうゲームが流行ってるらしいんだよね。うんうんうん、いいよねいいよね。だから、俺たちジャパノアカップルもやっていこうと思います。思います。じゃあやっていこっか。うん、やろう。ジャパくんやろう、のっちゃん。どっちからいく？ダメだこれ。それはやっぱジャパくんからで。なんで離れるんだこれ。恥ずかしいよ。いや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 、私も恥ずかしい。のっちゃん行こう、のっちゃん行こうよ。いや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 、私よりジャパくんの方が。もっと近づけよ。先に言われたいな。
先に言われたい。めっちゃ言われたい。俺も先言われたいかな。いや俺も言われたい。私も先に言われたいかな。だっていつも言ってくれないじゃん。あれそう。じゃあ僕に毎日言ってる気がしたんだけどな。持ってるじゃないか。じゃあ俺から行くね。かわいいなこれ。かわいい。じゃあ今日は俺が行くわ。イチャイチャゲーム、スタート。スタート。始まんないか。固まった。始まんない。もうどっちも照れてる。ちょっと待って、心の準備もあるんだよ。両方照れてんな。あ、うん、そうだね。そうでしょ。照れてんな。どっちも負けじゃん。どっちも負け、本当だよ。好き。ジャバ君好きだよ。かわいい。これ俺返すの。もう負けてない。負けだ。余裕だよね、俺たちだって。100回、200回、300回。かわいい。いけちゃうな。余裕だな、これは。のっちゃん大好き。やばい、これもガチなんじゃないかなと思ってた。ちょっとこれ。早く。ジャバ君めっちゃ好き。スーパーウルトラスーパー超めちゃくちゃスーパーデラックスイエーイ好き。ガキか。小学生。頑張っちゃった俺。頑張ったな俺。すげえ。すごい。ちょっと俺こうしとくね。ウルトラスーパーマックスデラックススーパーマックスウルトラデラックスジャパくん好き。何個やん。それこすの。ちょっと待ってて。ちょっと待っててね。ん？ん？あれどこ行った？大好きだ！大好きだ！大好きだ！大好き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 ！何を見せられてるんだ。これマジで。それほど好きなんだよ。はい。何これ。何最後。最後何。拍手。拍手。おーめー。恥ずかしい。俺たち一番ダメだったくらい。恥ずかしい。でもむしろできてんじゃないか。もうできてんじゃない。できてねーよ。できてない。